原古天気、フローラルパーク土器圏の範囲とノームルの位置。ノームルは、ユカタン半島東岸、ベリーズ北部、オレンジワオーク群に所在するマヤ遺跡である。名前の由来は、ユカテコ語で、偉大なる塚を意味する。オ温度が沿岸のアベンチュラの南西 20km、オレンジワオーク町の北方 11km に位置する。2013年5月に、 多数のピラミッドの表面の石やれを道路の舗装材にするために重機で削られて内部が露出する事態となり世界中に報道された。ノームルは採取センターとしてはやや変わった構造をしておりメキシコとベリーズの自然の国境である温度川を見下ろす土坂のように切り立った尾根の上に立地する遺跡の広がりは31キロ平方メートルに及び 長さ400メートルの作部と呼ばれる日下げ道に結ばれた東グループと西グループからなっており、双方を合わせて10のプラザと呼ばれる中庭を囲んだ建築グループがある。さらにこれらの建造物群は80以上の建物が組み合わさってできている。東グループの方がやや規模が大きく発掘調査も進んでいる。西グループには高さ20メートルのピラミッドと小規模ながら、 アクロポリスと呼ばれる重層的な建築複合、この遺跡で2番目に大きなプラザがある。アメリカ隊による1980年代の4期に渡る発掘調査のほか政府機関による発掘調査が行われている。ノームルに人が住み始めたのは千古天気中期前曜頃である。千古天気後期から建築活動が活発化し、祭祀センターの中核をなす。 主な建造物がこの時期に建てられた。先古天気終末もしくは元古天気 AD100 から2 5 5ごに祭祀センターとしての構造が確立し、二つの最大規模のプラザがこの時期に築かれた。この時期のノームルの土器は非常に多くの種類が見られ、元古天気の指標とされるホルムル一式でも古装のものも含まれている。古天気前期には 急速に衰退して建築活動が停止した。この時期には遺跡の周囲に散在的に居住がなされていたことが分かっている。古典紀前期からの数百年間の空白の後、古典紀の終わり頃から再びノームルの建築活動が活発化する。この大規模な建築活動は、ご古典紀前期にあたる紀元1100年頃まで続き、ノームルの変年では、 テセプショーとして位置づけられている。この時期の新しい建物は、古典期の建物の一つを覆いつつもその隣に建てられており、建造物20号は、チチェンイッツァなど、ユカタン北部以外には、ほとんど見られない、パティオクワットというタイプであり、チチェンイッツァの天文台、カラコルに酷字した円形の建物も見られる。古典期終末期から、ご古,古典期初頭の土器は、定置マヤのものに、 北部ユカタン由来のソテュタ省のものとケフペッチ省のものが共犯している。このような建造物や土器の著しい変化は北方からの来た人々がノームルに住み着くことになったという仮説やノームルが温度川流域の河川交通のみならずユカタン半島東岸の交易活動にまで影響を及ぼしていたことを想起させる。五こ,こ天気候期の航路の破片が 遺跡の地表から見つかることから、すでに放棄された神殿にも、北方からの巡礼者があったのではないかと考える、研究者もいる、ノームル、建造物8号の発掘調査2013年5月13日、ノームルでも、最大規模の神殿がほぼ完全に破壊された。土木業者が、掘削機やブルドーザーを用いて、近隣のダグラス村の道路の舗装材にするために、 中央神殿のつぶてや石灰岩を削り取った。破壊される前には、このピラミッドは高さ8メートル、基団の幅は50から52メートルに及んでいた。ピラミッドの70%以上が削り取られ、わずかに中央部分の重点物が剥き出しになって残された。この重機には D マール建設のラベルが見られ、これは民主連合党 UDP の政治家。 デニーグリハルバの所有するものであることが判明している。この建造物が私有地の中にあっても、法的には先コロンブス期の遺跡はすべてベリーズ政府の保護下にあることになっている。ベリーズ国立考古学研究所のジョン・モリスは、このように高い構築物がマヤの廃墟であることは、間違いようがなく、おそらく知っていて、銃器で破壊したのだろうと述べている。 ベリーズ国立考古学研究所長であるハイメ・アウイは遺跡自体がよく知られており、このピラミッドは平坦な自然の丘とは間違いようがないと記述している。ベリーズ警察は捜査に基づいて罰金を課そうとしている。同じような破壊行為はベリーズ中の多くの古代遺跡で行われており、2005年に近隣のサンエステバンでも起こった。1980年代に ベリーズの多くの遺跡を調査したボストン大学の教授であるノーマンハモンドはアソシエート氏のインタビューに答えてマヤの遺跡を重機で破壊して道路の舗装材に使うのはベリーズの宿屋のようなものだ。と語っている。ありがとうございます。